はい、本日はですね、人生で買わないと後悔するもの8選というものをご紹介していきたいなというふうに思います。まあ、いつもはですね、ファッションとか洋服をご紹介してるんですけども、今日に限ってはほんま人生でこれ買っといてくださいと、これもう買わへんねやったらもうこのチャンネル見んでいいですわと、まあ、そこまで言わないですよ、見てください、ぜひ見てくださいという感じなんですけども、まあ、それぐらい買っておいた方がいいなというか、まあ、僕が買っててよかったなというのをご紹介していこうと思うんですけど、よくこの類のね動画ってね、なんか全然わけわからへんもん紹介されたりすることあるじゃないですか。っていうのは僕とかもパーって見てたりしてね、だパソコン関係とか言われたって、パソコンの仕事してへん方からしたら、いやそんなもんいらんねんということになってきたりとか、あとね、こう美容関係のやつとか出されたってね、いやいやわしそんな美容興味ないんやと、染み付くってなんぼですねん言う人もいてはると思うので、そう考えたらね、なんかもうとにかくちゃんとね、こう全人類に当てはまるというか、まあ、僕のこの動画見てくれてる視聴者さんには絶対当てはまるやろなっていうものをちょっとチョイスしていったんですよ。ほんならまあ一応8個になってて、まあ、それをね今回ご紹介していこうと思うんですけども、安心してください、あのわけわからへんものは紹介しません。例えば、まあ、僕買ってるやつで言うと、例えばバルミューダの、チンするやつとかね、あんなんとかも別にええけども、安いやつでもパンって焼けますやんと、オーブンのやつねとかって思ったりするし、それがやったらドライヤーもいいやつもあれば安いやつもあるけども、まあ、安いやつでも別に髪の毛は乾くやんとかって思うじゃないですか。だからそんなもん除外するし、あと電動デスクとかも僕取り入れてるんですけど、それだっている人はいるけども、いえいえそもそも家にデスクいりませんねんと、わしないねんという人はこんな電動デスクもいらんから、まあ、そんなもんちょっと除外して、もうとにかくこれ全員に当てはまるやろなっていうものをねご紹介していこうと思いました。今日流れとしては、もうこれを買ってくださいというものをとりあえず8個並べます。で別にそれは案件でも何でもない、とにかく僕が自腹で買って自腹で良かったものを紹介するだけなんで、それを淡々とご紹介していく動画になっております。ということでね、もう早速いきたいなと思います。まあ、これはランキングじゃないので、もうどんどん紹介していく流れになるんですが、まず一つ目っていうのが、そうルンバですよね。このルンバはですね、絶対に何が何でも必要で、もっと言うなら別にルンバじゃなくてもいいんですよ。僕はルンバしか持ってへんからルンバって言ってるだけなんですけど、別にお掃除ロボットやったら何でもいい。もう今人間が掃除機かける時代終わってるんですよね。で僕みたいに大雑把な人とかやったら、正直ルンバだけでいい、あの掃除機必要ないということになってて、まあ綺麗好きの人とかそういうのがこう気になる人、細かい隙間のとこのホコリとかが気になる人は掃除機もいるやろうし、クイックライパーもいると思うんですけど、僕全く気にならへんから、もうルンバに毎日掃除させてる。で1日2回ぐらい掃除させてるんですよね。で確か僕が購入したやつが4万とか5万ぐらいのやつなんですけど、 4,5 万って考えたらまあまあ高いかなとかって思うけども、365日毎日1日2回僕掃除させてるんですけど、 2回掃除させて5万で言うこと聞くやつって多分この世にいてないんですよね。って考えたらルンバはいるでしょうと。でランクによってはちょっとなんかこう壁とかバンバンぶつかるやつもあったりするんですけど、僕が買ったやつは一応一番ライン、最低ラインやけども、部屋の中とかのマッピングというか、あの場所を把握して動く最低ラインの価格のやつが5万ぐらいだったんですよね。まあそれを購入してるということなんで、別にまあ何でもいいんですけど、まあお掃除ロボットはもうこの時代になってないっていうのはちょっとあれかなと思うので、まあ、必ずこれはもう持っといてもらったら、正直ノースフェイスのバルトロよりも絶対こっちの方が僕は正直いいかなと思ってますので、まあこれはもしね持ってない方がいらっしゃったら、購入すべきかなと思いますし、まあプラスアルファもう一個ちょっと予算出せるでっていう方は、ブラーバも一緒にね床拭き掃除もあるやつがあるので、ルンバでねバーッと綺麗に掃除されるじゃないですか。部屋一周全部刺したと思った後に、次にルンバもかけて部屋をピカピカにしていくっていうのを全部ロボットにさせるんですね。僕は一切そうしない、なぜかというとあいつらの方が優秀やからということで、もう全部そいつらにさせてるんですけど、このオフィス撮影部屋もそうやし、住んでる自宅にも両方ともルンバとブラーバっていうのを購入してるので、まあ、これはあって損ないですということになってますので、まず一つ目、もう掃除は人間がやる時代が終わったということになっております。そして次二つ目っていうのが、これが雑誌なんですね。で雑誌っていうと、まあ僕のチャンネルっぽくなってくると思うんですけど、ファッション関係の方とか、もちろんファッションだけじゃなくて、まあ趣味バイクとか車とかアウトドアとかいろんな雑誌があると思うんですけど、まあそれってもう今や本買う必要ないんですよ。だからコンビニって買う必要なくて、もう全部ねほぼ無料で読み放題になってるんですよ。でまあそれどういうことかっていうと、僕今まで D マガジンってやつの毎月400円で読み放題のやつ読んでたんですね。これは別にスマホでも読めるし、タブレットでも大きくして読めるし、まあ好きなように読んだらいいと思うんですけど、 D マガジンやと400円きっちり取られるんですよ。でまあもちろん当たり前やねんけど取られるんですけど、楽天にしたらねポイント僕あるからね、毎月タダなんですよ。ポイントで買ってるから380円からなんかをポイントにするだけなんで、380円分のポイントなんかいつでも貯まるから、もうそんな毎月毎月タダで読んでるようなもんやから、ポイントで支払ってファッション雑誌も読んでるし、アウトドア雑誌も読んでるし、あとバイク雑誌とかね、まあ、僕バイク最近通ってるからね、まあ車も見たりするし、であと女性の方やったら
ら、まあ、奥さんとかいてはったらその女性ファッション誌も全部入ってて300冊ぐらいあるんかな。それで380円でなおかつそれをポイント全部払ったりっていうことなんで、もうただで読み放題状態になってるので、もうコンビニ行ってね、あの店員さんじろじろ見ながら雑誌見る心配はないですよと。家で悠々自適でこうやってねふんぞり返って雑誌を見てくださいということになってるので、これは買わんと後悔するでしょと。で、ないだただでできる人も結構多いと思うので、まあ、下にね動画説明欄に貼っときますけど、これ楽天ユーザーの人は絶対入るべきでしょということで2つ目になってます。そして次がですね、何っていうと3つ目、ウォーターサーバー。これはもう絶対入れときましょうと。で、今の時代大体皆さん水飲むじゃないですか。わかりました、水飲まへんっていう方も多分いらっしゃると思うんですよ。水飲まへんけどコーヒー飲む人って多分ほとんど飲むと思うんですよね。って考えたら、どんなウォーターサーバーでも水も出るし、冷たいの出るし、あったかいのも出るっていうのはどんなウォーターサーバーでもいいから大体あるんですよ。ほんでわざわざ水買いに行ってね、重いのも自分の家まで上がるというスタイルはもうそれももう当の昔なんですね。それはもう平成の時代、もう令和の時代はそんなことせんでいいと。もうだったら令和の平成の時代からそんなことせんでよかったんですけど、僕は全然やってたんで、令和からねそういう風にウォーターサーバー入れたんですけど、まあそれぐらいいいので、別に何でもいいんですよウォーターサーバーなんかね。特にこれってないから、まあある程度安全な水使ってて、まあ水とあったかいのと冷たいのが出ればそれでいいと。で、あったかいのはね、あの火傷するぐらいあったかいんで、普通にコーヒーとかドリップも入れたりできますし、いちいちもうティファール使わんでいいのでね、まあこれは便利かなと思います。まあちなみに僕行ってるあのバイクのね教習所のウォーターサーバーがね、ものすごいボタン押しにくいんですよ。で、これどこのメーカーかわからんけど同じやつあったんですけど、このボタンめちゃくちゃ押しにくいんで、まあこれは使い勝手慣れてないからかもしれんけど、めっちゃ使いにくいなと思って、まあ、このウォーターサーバーにせんでよかったなと思ったんですけど、まあ一応僕と同じやつは下に貼ってますけど、まあちょっとボタンの押しやすさとかは毎日のことになってくるので、ちょっと気をつけた方がいいかなというところで、まず3つ目。ほんで次4つ目っていうのが何かっていうと、ワイヤレスイヤホン。これはもう今の時代絶対あるでしょうと。なんでって言うと、テレビ電話とかリモート飲みとかね、友達と飲んだりとかするときとかに今有線で線つないでたらもうどこにも行けないんですよね。トイレ行ってくるわ言うたっていちいち外さなあかんし、ちょっとお酒取りに行ってくるわ言うたっていちいち外さなあかん。で、それ以外にも普通に音楽聴くときとかにイヤホンとかつけてたりしても、線があるとね絡まったりとか服に当たったりしてポロンって取れたりするでしょ。もうあんなんてもう今更やってんのと。やってる方いたらすいませんね、あのそんな悪気があって言ってるわけじゃない、許してくださいね。あのそれぐらい結構昔というか、もう線があってイヤホンつけてる時代は結構昔だなと思って、僕今もう3つあるんですね。普通の AirPods と AirPods Pro というやつと、あのヘッドホンタイプのソニーのあのワイヤレスヘッドホンねつけてるんですけど、まあ大体の人は1つでいいと思うんですけど、僕とかはちょっと場所が2つあるんで、一応予備も兼ねてね3つ持ってるんですけど、まあ大体これは1個あれば十分なんですけど、もうちょっと1回ワイヤレスやるともう有線にはちょっと戻られへんかなと思うので、まあこれはあってよかったでしょということになっておりますので、ランクインしております。そしてじゃあ次が何かというと、これですよね、ウーホス。もう僕がいつも履いてるセカンドチャンネルでもおすすめさんちゃうかな、もうこれは絶対買ってくださいと。で、何がいいかというと、普通の健康サンダルと比べてめちゃくちゃクッション性いい。今となっては健康サンダル履いてたら好かれるんちゃうかと思うぐらい、これは履いてる感覚せえへんし、なんかふわふわのマットの上をずっと歩いてるような感覚なんですよ。だからもう僕は部屋用としてぜひおすすめしてるんですけど、まあ、もちろんねこれ部屋用として開発されたわけじゃないから、別にどこでも履けるんですけど、外でも履けるんですけど、僕は部屋が一番あの活動時間長いんで、まあ、ご自身のねあの活動時間が長いところで使うのが一番いいと思うんですけど、もうこのサンダル、ウーホスのリカバリーサンダルはとにかく買っといて、もうこれは騙されたと思って買ってください。値段もそんなせえへんしね、6000円とかぐらいやから、まあ、他にもリカバリーサンダルいろいろあるんですけど、まあ、いろいろ試した結果、僕個人的にはこれが一番いいんかなと。まあ、後々ね動画これ今月出てくると思うんですけど、まあ、いろんなリカバリーサンダル履いてるけども、まあ、これが一番僕は好きかなというところで、まあ、これがランクインしましたと。ほんで次何かというとですね、次がマットレスなんですね。で、これマットレス、何がマットレスに大事かというと、睡眠ってあんまり、まあ、どうでもいいかなと思う方も多いと思うんですけど、実は年収とめちゃくちゃ関連性があるらしいんですね。で、実は年収が高い人ほどベッドとかベッドマットとかその枕とか寝具にお金を使うっていう傾向があって、年収の低い人ほどあんまりベッド関係にお金使わへんっていうデータが出てるんですけど、それぐらい睡眠ってまあ長いじゃないですか。1日の中でも3分の1寝てるからめちゃくちゃ大事な時間なんで、まあ、そこにお金を投資すれば、まあ、必然的に収入増えてる人が多いということになってるので、まあ、これはね僕のチャンネル見てくれてる方やったらぜひ睡眠の質を上げてね年収をガンガン上げていってほしいなと思うので、やっぱねこう寝る時の気分が違うんですよね。僕もマット
レス変えたんですけど、こうなんか今までのマットレスやったら別に寝転ぶのが気持ちいいと思わんかったけど、今のマットレスだったら寝転ぶの気持ちいいと思いながらベッドにこう向かっていけるので、まあ、それだけでまず違うし、寝転んだ時の感覚も違うし、もちろん睡眠の質も変わってくるので、まあ、まだね、ベッド関係、寝具関係手出しない方なんかはもうこれはまず枕は結構難しいんですけど、マットレスは意外と、まあ、どれ買っても合いやすいと思うので、まあ、マットレスはおすすめかなと思います。まあ、僕が買ったやつはね下に貼ってますけど、枕はめちゃくちゃ難しいってみんな言うんですよね。だから枕に関しては多分オーダーで多分自分に合わせていかんと難しいと思うので、まあ、これちょっと枕は入れへんかったんですけど、まあ、マットレスは絶対これは買うべきかなというところで入れました。で今はまだねなんか僕の 20% オフのクーポン使えるらしいんで、これいつなくなるかわからないんで、なくなったら僕に文句言わないでください。僕は一切関係ないので、クーポン消してくださいとかもう終わらせてくださいとか僕は一切言ってないので、それは僕の責任じゃないということは先に言っておきます。そして次が何かというとですね、乾燥機付きの洗濯機。もう洗濯機で洗濯物をやってパンパンしてベランダに干す時代も終わったんですよね。でそれが何かというと、やっぱり外に出ると花粉があったりとか PM2.5 があったり、まあ、ホコリがついたりとか、いろいろこう服になんかいろんなものがつくじゃないですか。でそういう菌的な問題ももちろんそうやし、そもそも干す手間がめんどくさいじゃないですか。いちいちハンガーかけてパン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 して干していかなあかん作業なんかもう今や必要ないから、洗濯機にぶち込んでスタートと押したらもうそれで終わりなんですよね。3時間後にはふかふかで仕上がってるという状態になってるので、安い買い物ではないんですけど、1日に干す時間が5分あると考えるだけでですね、1年間で30時間もずっと干してるのと一緒なんですよね。1年間で換算したら30時間もずっとパタ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 寝ずにやってるのと同じなんですよ。ほんでそれが次10年間洗濯機使う人と使わへんかった人、乾燥機付きと乾燥機付きじゃない人と比べるとですね、12日間もう時間の差が出てくるんですよ。って考えたら12日間ずっとこう0円の労働してたってしゃあないじゃないですか。だからとにかくこれはね、まあ10年間で考えてもこんだけ違うから、一生で考えたらもっと変わってきますけど、もう今導入せえへん意味がわからんということになっているので、とにかく今やったら確か9月ぐらいにね乾燥機付き洗濯機って新型が出るんですよ。今ちょうど夏ぐらいに向けて旧型というか安なっていくんで、僕もちょうどその時期ぐらいに買ったんですけど、まあ、新型が出る前ぐらいが一番狙い目かなと僕個人的には思いますので、まあ、これが7つ目ということになってて、最後8個目、これ唯一服出てくるんですけど、まあ、何かというとですね、これはノースフェイスのアルパインライトパンツ。僕あんまり動画でそんな頻繁に言うことないんですけど、このアルパインライトパンツは何がいいのかというとですね、とにかくストレッチ性が効いてて、見た目もスラッとしてて足長でもあるし、もうねナイロン素材やからガンガン洗濯もできてガンガン使えるんですよ。だからとにかくデメリットがないんですよね。でまあこれの使い方としてはもちろん私服として履くのもできると思うんですけど、僕はあんま私服として履かないんで仕事着みたいな感じで履いてるんですけど、ちょっとコンビニ行く時とかも履いてるし、まあ家でおる時も履いてるんですけど、そしたらねやっぱコンビニの店員さんのお姉さんとかにそのパンツいいですねって言われるのって大体アルパインライトパンツなんですよね。でそれ以外にも女性の方からそのパンツおしゃれですねって言われたら、大体ノースフェイスの他のパンツも履いてる時あるのにアルパインライトパンツの時にいつも言われるんですよ。ほんでそれ以外に女性関係抜きにしても友達とかに勧めたりしても、大体みんなアルパインライトめっちゃいいなって言って色違い買ったりしてるんで、まあ、これはねあっていいんちゃうかなというふうに思います。ノースフェイスでも他でも安いパンツってあるんですけど、これに関してはちょっとワンランク違うというか、他やったら別に買う必要ないかなって僕思うんですけど、アルパインライトパンツやったらノースフェイスしかないから、まあ、これはちょっとここでしか買うしかないなっていうことで、まあ、唯一ね服、まあ他服ってこう春も夏物やったら半袖になるし、冬物ってダウンとかになってくるから、まあ、ちょっとこれは1年通してちょっと使われへんかなと思ったんですけど、まあ、アルパインライトパンツは1年通して使えるから、まあ、これはランクインするかなということでランクインしました。はい、以上がね8個になってるんですけど、これに関してはどれか1個買ってくださいじゃなくて、これ8個全部絶対いりますよっていうところでご紹介したんですけど、まあこれ8個全部買わしたらまあおらんやろうねっていうことでね、まあ、大体1個ぐらい買うかなぐらいの感じなんですけど、僕は今まで他にもランクインしてへん電動のデスクがいっぱいあるけど全部省いてあった上でこの8個が1000円になってますので、まあ、僕を信じると言ってくれる方はですね、絶対この8個は必要やと思いますし、まあ、ちょっとだけ信じようかなっていうことは1個ぐらい買ってもらったらいいかなと思いますし、いやお前は信じんっていう方はまあ1個も買わんでいいとは思うんですけど、まあ、僕は今これが全部なくなったら絶対後悔するなっていうところがこの8個になってますので、あそうなんやなと思っていただければ嬉しいなというふうに思います。ということで本日はですね、買わないと後悔するもの8選というのを紹介してみた動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。